はい、どうもラスです。今回はですね、 Google Chrome の便利な使い方をご紹介していこうと思います。皆さんね、 Google Chrome 使ってる時にですね、こういう例えばまあ Yahoo とかね、こういうウェブページを見ててですね、まあ終わるじゃないですか。終わってね、次例えば起動しますよね。で、起動した時になんかまた最初のこの新しいタブってなってて、また前のねやつ見たい時っていう時に前のが残ってないんで、ちょっと面倒だなと思う時あると思うんですけども、今回ね、前のやつを保存できるね設定の仕方ありますんで、ご紹介していこうと思います。では早速ですね、右上のこの設定のボタンをクリックして、ここのね設定を選択してください。起動時っていう項目で、この最初ね、この新しいタブページ開くっていうのになってると思うんですけれども、ここで真ん中の前回開いていたページを開くというふうに設定をしてください。これで OK です。で、設定が終わったらですね、例えばこういう感じでいろんなタブでウェブページを見てるとします。で、今日は見たんで、この右上の閉じるで終了して、また次の日ね、なんか見たいなって時に Google Chrome を立ち上げます。すると、あら不思議、前見たページがちゃんと保存されてですね、新規でChrome 立ち上げた時に開くようになってますので、これはね、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひね設定から設定してみてください。ということでですね、今回は短いんですけれども、 Google Chrome の便利な使い方をご紹介させていただきました。今回はこれで終了いたします。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。